皆さんこんにちは、もじゃらチャンネルです。今日はですね、100-400 のですね、ライカの方の望遠ズームレンズの方が、故障いたしましてですね、どういう故障かと言いますと、望遠のですね、ズームのあのリングありますよね、あれが突然硬くなっちゃったんですよ。なんじゃこりゃということで、もういくら回してもなんか重くて全然回らないっていう、そういうトラブルに見舞われてしまったんですね。で、今ルミックス東京の方ですね、こちらの方に、望遠ズームレンズ持っていきまして、今修理に出ております。2週間帰ってこないので、本当に今悶々とした時期を過ごしております。そういうことでですね、今回ルミックスの G バリオ100-300、 F4.0-5.6 マーク2の方ですね、パワー OIS、こちらの、ズームレンズですね、久しぶりに引っ張り出してきまして、本当はですね、近所の、河津桜、こちらの方が咲いておりましたので、こちらの方の、レビューっていうんですかね、しに行ったんですよ。そしたらですね、河津桜なんかよりも、目白、こちらの方がたくさん飛んでいましたので、急遽ですね、河津桜の方と、あと今、梅ですね、こちらの方が近所の公園といいましょうか、咲いていたもんですから、こちらなんですけどもね、前回の動画の方でもご紹介したんですが、今、河津桜、今これ8分ぐらいですかね、まだ満開には遠いんですけども、咲いていたんですね。ここの公園というか、川沿いの方のところにはまだこの時には目白いなかったんですね。素晴らしい河津桜、今は、8部なんですけども、おそらくは今週中っていうんですかね、また週末の方になるともう満開の状態。こちらがの梅なんですけども、この梅のですね、咲いているところに行ったら目白がたくさんいたんですよ。急遽ですね、こちらの方の目白の撮影に、変更しまして、この100-300がですね、GH6 の時からですね、ちょっとずっと今お休み状態だったんですが、今回ですね、目白の方の撮影してきました。GH6 の時とですね、この G9 Pro Mark II の方に変えた時に、100-400 の方の比較なんですが、使った感じなんですが、1点だけすぐ分かった点があります。まず、ぶどまりが違うってことですね。GH6 の時に、この100-300っていうのをこうメインにですね、使っていて、AF の方が、すごく気になっててんっていう、動画をですね、GH6 の時にですね、かなり上げたんですね。コントラスト F っていうことで、結構ですね、もう散々ですね、ぼやきまくったんですが、G9 Pro Mark II、こちらの方に変えてですね、このレンズの方を使ってみると、当然、増メイン操作なんですね。で、一回ピントが決まると、もうモブリングっていうのは起こさないで、もう完璧な F をこう体感できるんですけども、やっぱりですね、AF が迷う時があるんですね。動物認証の方のところの、枠っていうのはずっと出てるんですけども、ピントがこう定まるまでに結構時間がかかったり してしまうことがあったっていうことがあったんですね。枠の方は目白の方を捉えているんですが、完璧なガチピンではなくて、もう全然ぼやけたな感じのままになってしまっているとか、そういう時は一回ですね、広角の方に戻して、ある程度その目白っていうのをはっきりとですね、認識させた後に、もう一回ですね、AF を決めるっていうことが多かったです。あとですね、今
菜の花咲いてるんですよね。まだ時期早いんじゃないかと思うんですけども、もうそんな時期ですかね。今まだ2月ですよ。あれ、3月ぐらいだと思ったんですけどね。こっからですね、まあその100、300の方を使いまして、動画の方の撮影しております。いかがでしょうか。基本的には動物認証の方ですね、ゾウ免疫操作の方ですね、決まるんですけども、まあ先ほども言ったようにですね、AF が決まらない時があるんですよね。モブリングを起こすっていうわけじゃないんです。ファースト AF っていうんですかね、一番初めにこう、目白の方にカメラを向けてですね、まあその時に一番初めの AF が決まらないっていう時は結構あったんですね。まあスチールの方もそうだったんですけども、やっぱりそういうことで AF が決まらないで、まあブドバリが悪いっていうんですかね。っていうか AF のソフトが遅いっていうんですか、まあこれは100、400と比べて、まあレンズの価格もですね もう全然違いますので、もう3.5倍ぐらいの価格差があるので、まあ当然ですね、AF の速度、精度っていうのは違ってくるとは思うんですけども、そこら辺もあってですね、AF が決まってからのブドバリっていうんですかね、解像度、AF の精度っていうのは、まあ、そんな変わらないんですが、例えば目白がですね、飛び立った後とか、あといろいろこう頻繁に動く時ですね、こういう時に AF の追従の差、やっぱりここら辺がやっぱりその3.5倍の、まあ、価格差っていうんですかね、まあそこら辺出てる。あ、今これご覧ください。今これずっと AF の認証してるんですけど、ずっとぼやけたままになっちゃうんですよね。これもそうなんですが、枝に引っかかってるっていうんですかね。この前面にこういうふうに目白の方が出てる時には問題なく AF は追従してるんですけども、やっぱりそれが100、400との違いっていうんですかね。あ、こういうところに出てるのかなと。基本的にガチピンになった後っていうのは100、400も100、300も全く変わらないぐらいガチピンにはなります。素晴らしい解像度、それは全く問題なくですね、映すっていうことはできるんですね。問題は AF が決まるまでの速度っていうんですかね。あと機敏に、まあ今回は目白なんですが、まあ目白を捉えるまでの時間っていうんですかね、そこら辺がやっぱり明らかに違うなっていうのが、まあ、GH6 を使っていた時と G9 Pro Mark II に変えた時、この100、300を使った時の、まあ、第一印象という形になります。使えないわけじゃないんですけどね、やっぱり100、400のライカを使ってしまうと、ああこういうところが違ったのかっていうのがよく分かりました。使えないレンズではないんですけどね、やっぱり100、400を使ってしまうと、そこら辺ですね、違うかなというふうに思います。ちょっとその100、400が今故障してしまったので、目白の撮影っていうのはできてはいないんですが、今回ですね、この100、300というのを、G9 Pro Mark II の方につけた印象とですね、まあ先日カワセミをですね、ずっとこう撮り続けていた100、400の違いかなっていうのはあります。ただこの100、300も解像度、ピントがもうガチピンになった後の解像度っていう意味では結構遜色ないかなと、タイマー張れるぐらいの解像度ではあるかなというふうに思っております。まあこういうですね、100、400の時にはもっとこう、詰められるっていうんですかね、もっと大きく撮れるっていうのはあるんですが、まあそういうシチュエーションじゃない時ですね、まあそういう時には今回この100、300まだまだ元気だなと、ふうに思いました。さあ、いかがだったでしょうか。まあ、今回ですね、100、400が故障してしまって、久しぶりにこのライカの方のレンズではなくてですね、ルミックス G バリオ100、300のですね、この望遠ズームレンズ、まあ、以前は野鳥を撮る時のですね、メインに使っていた、まあ、そういうレンズだったんですが、今回ですね、100、400が故障してしたために、まあ久しぶりに引っ張り出してきました。今ご覧いただいている写真、
まあ、本当に解像度いいですよね。ライカの100-400とはまた違った、ライカの100-400の時にはもっと繊細なっていうような感じが、印象があったんですが、この100-300ですね、ルミックスの G レンズ、この、まあ、レンズの 特色として、やっぱりあの線が太いっていうんですかね、はっきりとした、まあ、これはこれで問題ない、写りだと思うんですが、まあ、そういうですね、レンズかなというのを思いました。100-400がない場合にこの100-300っていうのは、まあ野鳥がですね、まあ、カワセミなんかかなり遠くにいる野鳥なので、まだまだもっと大きく撮りたいなというのを思ったんですが、今回メジロ結構人間の近くまで来てくれる鳥なので、そういう時にはこの100-300まだまだ現役で使えるなっていうのが、まあ、印象的でした。またですね、100-400が帰ってきたらですね、この100-300とこう一緒に持っていきましてですね、比べたいなと思っております。ここまでご視聴いただいてありがとうございます。もしよろしければグッドボタンの方とチャンネル登録よろしくお願いいたします。